学生フォーミュラとは、フォーミュラスタイルの小型レーシングカーを学生がチームを組んで企画、設計、製作し行う大会です。大会では車の走行性能だけでなく、車両コンセプト、設計、コスト精査などものづくりの総合力を競います。崇城大学では崇城プロジェクト F が学生フォーミュラチームとして大会に挑戦しています。崇城大学で行っております、崇城プロジェクト F というチームは、毎年9月に行われる自動車技術会、主催の学生、全日本学生フォーミュラ大会、こちらの大会出場に向けて車両を一から設計製作、行いまして、大会の車両を仕上げている、それをチーム一丸となってですね、その車両の完成度を上げて大会に挑むことを目的として行っておるチームです。この座学で学んだことを実際のものを作っていくという過程の中で、それにその経験を交えてですね、その座学により深い理解を示してほしいというのが一番の目的でやっております。ものを作って実際に走らせる、やっぱり完成の喜びとですね、その失敗を交えて自分の成長につなげるような学習を、この活動をもとにですね、培ってもらいたいというふうに思っております。この日の思想は来年9月に行われる大会に向けて行われました。学生たちは学生フォーミュラを通して多くのことを学んでいるようです。もう企業とか現場とかを意識したところから活動を取り組んで、自分たちが組織となって動いていくというところを学生の間で経験できるということがとても楽しく、そして自分のためになると思っています。活動時間も講義と同じぐらいの時間を費やしてやっているので、大学生活動以上に価値があるものと思ってますし、これが自分のためと思って日々時間を費やして頑張っていきたいと思っているところです。大会では自分が走ったんですが、タイムを出せずに結果としては残念だったんですが、今日走ってみて大会の時よりはいいなと思ったので、後輩たちにもっと良くしてもらって、来年もっといい結果を残せるように頑張ってほしいです。今年の大会の悔しさを糧に、学生たちはすでに来年9月の大会を見据えて活動に取り組んでいました。